23歳サウスオープ嬢です。現在付き合っている2歳年下の彼氏がいます。遠距離。彼氏には仕事のことを説明してあり、彼氏が大学を卒業する再来年の4月に同棲しようという話になっています。将来この彼氏と結婚するということになった際に、相手方のご両親に仕事はどのように言えばいいと思いますか。また夜チョコを辞めた際に、秋町の私でも付き合えそうな仕事がありましたら参考程度に教えられていただいていると嬉しいです。以前は病院の給食関係の仕事を約1年半ほどしてました。多分向いてないと思いますよ。そのなんか自分のことを飽き性って言ってる人って、結局どんな仕事でもやりたくない嫌なことってあるんですよ。で、自分は飽き性なんだから辞めるのはしょうがないよねって自分に言い訳をしてる人なので、なのでどんな仕事を僕がやったとしても多分辞めると思います。なので適当な嘘ついて、なんか別にほら、なんかどんな仕事してたのかって、その相手の親の人って別になんかこう逐一追求してきたりとか、なんか「本当にその仕事してたんですか、嘘なんじゃないですか」とか突っ込んだりしないと思うんですよ。なのでなんか喫茶店のウェイトレスやってましたとか、なんか適当な接客業をやってた体のことを言っといて、で仕事のことはなんかあんまり仕事好きじゃなかったんでそんなに話したくないです的なオーラを出しておけばいいんじゃないかなと思いますけど。